こんにちは。第4回シューマンのトロイメライの簡単版です。今日のところはここの部分を入れたいと思います。ではまず右手ですが、前回ここのラで割っていました。隣のソファミファラレファミミのフラットレミド、ここまでですね。今日の初めのソの音を薬指で始めると4-3-2-3-5-1-4-3-2-1-3、これは1でも2でもいいですね。1が親指がいいかなという感じですね。はい、それでは左手ですが、前回ここで終わっていました。ほとんど同じ位置の今日のところはレとラを同時、次ラのフラット、これを人差し指でやるといいかと思います。ソドミを薬指で、ファのシャープ、ソ、もう一度ソですが、これを小指に変えてラ、シ、ド、レ、シのフラット。ここまで。もう一度、左手、レとラを同時。ラのフラット。ソ、ド、ミを薬指で。ファのシャープ。ソ、もう一度ソですが、小指に変えてラ、シ、ド、レ、シのフラット。ここまで。では両手ですが、まず右手のソファミは右手だけで始めます。次ソファミの後のファの時に左手のレとラ、この3つの音同時、右手だけがラ、右手だけがレ、次の音同時です。左手のラのフラット、右手のファを同時、次の音も同時です。左手のソ、右手のミ、次の音は左手だけです。ド、左手だけがミ、次の音は同時です。左手がファのシャープ、右手がミのフラット、次の音同時です。左手がソ、右手がレ、左手だけがもう一度ソ、小指で、次の音は同時で左手がラ、右手がミ、次左手だけがシ、次ドとドを同時です。次左手だけがレ、左手だけがシのフラット。ここまでです。ではもう一度やりますね。右手から始めて、同時、右手だけ、次同時、次同時、ソとミ、左手だけ、次同時、左手がファのシャープ、右手がミのフラット、次も同時ですね。ソとレ、左手だけ、次同時、左手がラで右手がミ、左手だけがシ、次ドとド同時、左手だけがレ、左手だけがシのフラット。ではもう一度今日の部分、この辺からリタルダンド、少し遅く、そしてだんだん弱く、
この曲はたくさんの表現がついていますので、基本的には表現は作曲者の書かれたものを元に自由につけていいかと思います。では、一番最初から今日やったところまでやってみます。そして今日のところです。リタルダンドと、そしてデクレッシェンド。今日のところはここまで。次回のところ。次回はここまでやりたいと思います。それでは、これで第4回を終わります。ご視聴いただきましてありがとうございました。